紫輝くんお帰りなさい。また、平野紫耀くんの CM が見られますね。無ヒシリーズの CM 大好きですし、夏は無ヒ手放せません。夏の日本、蒸し暑い風が心地よく吹き抜け、そよ風に乗って懐かしい思い出が蘇る。そんな季節に、一つのイメージが深く刻み込まれている。液体無非 S のイメージとともに、平野紫耀の笑顔が浮かんでくる。夏の訪れを告げる、あの懐かしい感覚。きらびやかな太陽の下。 心地よい風が頬を撫でる瞬間、そんな美しい季節の到来を祝って、日本の大手製薬会社が新しい広告キャンペーンをスタートさせました。そのキャンペーンの顔に選ばれたのは、数々の新しい挑戦と表現力でファンを魅了し続ける、平野史洋さんです。この夏、日本の夏といえば、無比です。そして、平野紫耀といえば、日本の夏を懐かしんで楽しむ男性の姿が浮かび上がる。彼は今、 二年ぶりにムヒシリーズの新しいイメージキャラクターに就任することになった。平野は数々の挑戦を重ね、ファンを魅了し続けてきた。彼の笑顔や表情は、多くの人々に勇気や元気を与えてきた。特に、夏はムヒエスの存在が欠かせない季節だ。虫が多くなる夏の季節に、液体ムヒエスは多くの人々の救世主となってきた。それにしても、平野さんの存在感は本当に素晴らしいものですね。 彼が語る新しいプロモーション活動は、まるで夏の日差しのように鮮やかで暖かみがあります。彼の言葉には、夏の風物詩である、虫が多いことに対する親しみや感謝が滲み出ています。そして、それを日に来るかのように、彼はファンに夏の外出を楽しむよう促しています。イメージキャラクターに2年ぶりに就任できて、とても嬉しいですと平野は語る。僕にとっても欠かせない商品で、 特に夏は虫が多いので、お世話になっています。皆さんも夏は外で過ごすことが多いと思いますので、そんな時は、ぜひ一緒にお出かけしてください。彼の呼びかけは、夏の外出をより楽しいものにしてくれる。今回の就任を祝福する声が SNS 上で相次いでいる。ファンたちは喜びを爆発させ、夏が待ち遠しくなる。無ヒシリーズの CM が見られることに、彼らは楽しみを隠せない。 しかし、この喜びの裏には、過去2年間の懐かしさや寂しさも感じられます。平野さんの姿がキャンペーンから遠ざかっていた間、彼のファンたちは彼を待ち続けていました。そして、彼が再び姿を現すことで、彼らの心は満たされました。彼の存在は、彼らにとって夏の象徴となり、彼の一言一言が、彼らを勇気づけ、元気づけます。夏の訪れは、いろいろな思い出を呼び覚ます。しかし、 その中でも特別な思い出とともに、平野仕様の笑顔が新たな光を放つ。彼の存在は、夏の日本をより鮮やかに彩るものとなっている。では、皆さんは、夏の訪れをどのように楽しむだろうか平野仕様の笑顔とともに、夏の思い出を振り返ってみるのもいいだろう。そして、夏の日本を彩る液体ムヒエスの存在を感じながら、楽しい思い出を作ってみてはいかがだろうか最後に、私たちにとっての夏の楽しみは、 イラノさんと無比の存在がなければ完璧ではありません。彼らは私たちの夏を特別なものにしてくれる存在であり、彼らの活動は私たちにとって喜びと安らぎをもたらしてくれます。